では本日皆様雨の中お時間を集まりいただきましてありがとうございます。私は本日司会を務めます、ヨセフ・アルファー氏の授業展を担当しております、学芸員の神山と申します。本日はですね、美術批評家で、東京造形大学の、特任准教授を務めていらっしゃいます、沢山亮さんにお越しいただいております。始める前に少し紹介をさせていただきます。沢山亮さんはですね、近現代美術を主観として、幅広い作家に関してはこう執筆されて、いまして、とりわけは今回 のアルバースに関してはですね、こちらのですね、アートトレスプレスという雑誌の、ドラッグマウンテンカレッジの特集がありまして、こちらにアルバースに関するのが、書かれていまして、こちらのドラッグマウンテンカレッジについてはほとんど日本語で書かれた唯一と言っていいようなものだというようなものかなというふうに思います。でそちらの論考はですね、こちらの、2020年に出版された、佐山さんの館長である、絵画の力学という本にも採録されていまして、こちらはアルバース以外にも、カール・アンドレですとか、ゴロフですとか、いろいろな作家についての論考が含まれているものです。いずれも今回ミュージアムショップで使っておりますので、もし気になる方がいらっしゃったらお手に取ってもらっていただければと思います。はい。で本日ですけれども、ジョセフ・アルバースと携帯群の芸術、という題で、アルバースは軸にしつつ、同時代美術ですね、ヨーロッパアメリカの動向についてもお話しいただければというふうに思っております。それでは佐山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と申します。ね、早速始めたいと思うんですけども、今日、どういう主題でお話しするかというと、ジョセフ・アルバースと携帯群の芸術というタイトルをつけたんですね。でこの携帯群というのが一番ちょっとなんか難しい感じですけど、要するに複数 その形というものがその一つ その作品の中にあって、でその複数の形というものをどういうふうにその連動させて、あるいは連携させて造形を作っていくのかということを中心に、アルバースはその作品を組み立てていたんですね。で、形だけではなくて、複数の色っていう要素が入ってるんですけども、でそれを中心としてそのアルバースの作品を見ていたときに、その方法っていうのが、ジョセフ・アルバースっていう人が、皆さんも展覧会ご覧になったと思うんですけど、バウハウスとブラックマウンテンカレッジ、それからイェール大学っていう3つの大学で教えていたんですね。でその時にさまざまな、人的ネットワークとか、人間関係、芸術家同士の交流ってこと。でその時にじゃあそこで共有されていた問題は何か、アルバースだけではありますよ、ではなく彼の学生、あるいは同僚の先生たち、でそれを、携帯をどう組織化するかということを中心に見ていこうかなというふうに思っていますね。まあ、ね、先ほどその亀山さんからも紹介をしたけども、今日どういう話をしようかなというふうに亀山さんとちょっと打ち合わせていた時に、アルバースっていう人は、最初そのヨーロッパに活動を始めて、それからアメリカに移住してアメリカに活動した、ね、すると結局そのアルバースっていう芸術家を中心というか、結節点としてヨーロッパとアメリカの芸術、互いに隔たって離れた芸術が、そこで交流した中継者ということがあったんですね。でアルバース1888年に生まれて1976年で、1920年にドイツの、最初デッサンバーハウスっていう芸術の大学があるんですね。でそのバーハウスに学生として入学して、でその後で、今度は先生にそのままなるんです。で先生になって、学生たちを指導するっていう立場になりました。でところがですね、そのバーハウスっていうその芸術の大学っていうのは、
あのナチスドイツがそのドイツ国内でいわゆるその、政治的な圧力を高めていく中でですね、あのバウハウスという進歩的な学校が閉校を余儀なくしたんですね、まあ、潰されてしまうということ で、 でこれが1933年で、この1933年同年にヨセフ・アルバーズがアニ・アルバーズって奥さんなんですけども、その奥さんが、まあ、ユダヤ人だったんですね。で、このままいたら、まあ、ドイツにいたら極めて危険な状況、頭はっきりした。で、その時にアメリカのブラックマウンテンカレッジっていう新しくできる芸術の学校で、その指導的な教育として赴任していくという話を聞いて、でそこで、まあ、アルバースが当たりに触れたばかりに、同年アメリカ の、 そのノースカロライナっていうのがすごいなっていうの、ブラックマウンテンっていう町にあるブラックマウンテンカレッジっていう、学校でですね、着任します。だからこの33年っていうのは、まあ、アルバースの人生において一つの起点だけではなくて、アメリカ美術全体においても1933年っていうポイントが一つの大きな、ターニングポイントみたいになったというところがあると思うんですね。でそれはやはりそのアルバースがブラックマウンテンに来たことによって、ヨーロッパとアメリカの芸術っていうのを初めてそこで交流することが可能になるというところがあると思うんですね。でバウハウスはどういう人がいたかっていうと、プロデュースで、ワルター・プロデュースとか、ニース・ファンデル・ロバイとか、ヨハネス・リッテン、それからワシリー・カルディスキーとか、パール・プレート・カウス・カーシュレン、あとはラスロー・モーエヤジっていう人、すごい、まあ、そうそうたる近代の芸術家たちがいたんですね。で、ブラック・マウンテン・カレッジって学生にどういう人がいたかっていうと、ロバート・ラーシェン・ハームとか、サイ・トンブリ、ケネス・モーランとか、ジョン・チャンバリ、それからレイ・ジョンソンとか、ルース・アーサーっていう人たちがいる。で、講師にはですね、バックミンスター・ブラーとか、マスカリナ、それから音楽家のジョン・ケイドという、まあ、きらぼしのような人たち、まあ、この人たちがその戦後のアメリカ美術のパラダイムを作ったといって、ブラックマウンテン・カレッジって非常にその田舎の芸術の学校ではあったんだけど、小さな芸術の学校ではあったんだけども、まあ、なぜかそこを中心としてその新しいその芸術のコミュニティができたばかりではなくて、その戦後のアメリカ美術のパラダイムっていうのがそこで再編されるというようなことがあったんですね。でそこでじゃあアルバースが果たしてもらえるというのは何だったことを、まあ、考えてみるときに、一つの切り口として、形態群の組織、複数の形態、複数の要素、どうやって連絡させるかという方法論があったというかですね。で、アルバースの言った言葉で、まあ、割と有名な言葉で、それは二つの現実がある。それはファクチュアルファクトとアクチュアルファクトだっていうんですね。で、このファクチュアルファクトっていうのは客観的な現実。で、例えばその芸術作品っていうのは物質で成り立ってるんですね。絵画とか彫刻とかの物質で成り立ってる。で、そこには客観的な現実があると。だけど、もう一方でアルバースが主張するのはもう一つの現実っていうのがあって、それは主観的な現実。アクチュアルな現実、事実だということで言うんですね。で、それは僕たちが芸術作品を経験することによって現れる。で、アルバースはこの客観的な現実と主観的な現実っていうのを、まあ、どちらも重要であると。どちらがどちらに対して優位にあるとではないと。どちらも重要。で、普通、主観的な現実っていうのは、錯覚とかも含むんですね。知覚することとか錯覚してしまうとか、そういうことも含むんです。で、アルバースはその錯覚とかっていうのを別に現実を歪める、ダメなものっていうふうには考えなかった、ね、錯覚っていうのを積極的に取り上げて、これは一つの事実だ、現実なんだというふうに取り上げているんですね。で、知覚とか錯覚とか、あるいは主観、あるいは経験っていうのをすごく重視して、で、この2つが、まあ、両方、芸術作品の両面としてありますよっていうことを言うわけですね。で、これ、アルバースっていう人はすごく、まあ、色彩っていうのを重視して、色っていう様子をすごく重視したんですけど、で、
インタラクション・オブ・カラーっていう1963年に出版された本があるんですね。これアルバースがその自分の授業で使ってきた色彩演習っていうのをその、まあ本の中で展開してますね。でこれがまあ一つの事例ですね。でこれはその赤い丸があります。でこの真ん中に黒点があります。でこの黒点を、まあ、ずっと見てほしいので自分の方からずっと見てほしいです。ちゃんとできるかわかんないですけどちゃんと見ていただいて、でこれ次場面が変わりますので、その時に目をパチパチパチってしてほしいです。そしたらどういう効果があるんだ。見えました。見えました。何色が見えました。青系ですね。青系の輪っかが見えた。すぐ緑です。これも黒丸をずっと見てました。やってますね。次何色見えました。紫とか赤系じゃないですか、ピンクとかですよね。それとこれ結局何がその見えていたかっていうのを考えると、例えばこの色相関とで赤いその、まあ、丸を見た後にその見えた残像っていうのが青系で、緑見えた見た時にその後見えた紫とか赤とかいうことになります。するとじゃあ結局ここで何が見えたのか考えると、それは古色が見えてるんです。でつまりここでまあ一つの色っていうのがあって、でそれを消した時に別に、するとですね結局その残像っていうか古色として見えた色っていうのがどこにもないけどあると、現実の場所には続けられないけど赤っていう色の背後にあった、あるいは緑っていう色の背後にあったということですね。だから一つの色っていうのは一つの色だけで独立して存在してないんです。ある色があったとしたらその背後に見えない色がある。つまり色っていうのは必ず関係を持つわけです。相互作用っていうものを持ってるわけですね。一つの色の背後には見えない色がある。だけどその色っていうのは現実の場所にはない、現実の場面というかこの画面のどこにもないけどどこでもない。でもう一つこういう心理学的な実験もあります。これはまあアルバースと関係なんですけど、例えば右目で緑、左目で赤、これで真ん中で区切りにしてで、こういうことをやった時に黄色が見えるらしいんですよ。やったことあるんですけど、にわかには信じがたい、黄色が見えるらしい。じゃあすると結局色ってのは何か、つまり色っていうのはどこにある、つまり脳内のパレットとも言えるかもしれないし、まあ、少なくとも現実の場所にはないわけですね。だから現実の場所にはないけど、だからこの時黄色っていう色はどこにあるかとか考えた時に、実はその黄色っていう場所が置かれる現実の場所ってことになる。だけどそれは我々の その知覚の中に存在して、我々の経験の中に存在して、すると色ってのはこういうふうにしてあるんだってことですね。例えばだからアルバースがその客観的現実と主観的現実ってことだった時に、例えば色で考えるとこの黄色っていう色は現実の場所には位置づけられないけど確実に一つの現実としてあるということだと思います。だからある意味ではその黄色っていうのは現実にはない場所を開くものが一つ、まあ、色彩だ、まあ、色彩っていうのはある種その見えない場所を開く、現実ではない場所をそこで、開いていくっていうことが一つの大きなその特質としてあったんじゃないかなというふうに思うんですね。でもう一つその色彩の話を進めますけども、でアルバースっていう人は色彩とはすごく重視しているわけですね。で皆さんお手なんか見られてるんですけど、アルバースのその正方形三角っていう作品は色とりどりの複数の色彩によって作られている。
で基本的にはそのアルバースの、 その正方形参加にしても他の作品にしてもそうなんですけども、彼はすごくその今までの絵画の歴史というものを重視していくんですね。今までのその絵画の歴史の中で自分が何ができるかということを考える。で、アルバースにとってその色彩を使う複数の色を使ってそこに色彩の効果を、絵画の中で実現するということですね。まあ、ある意味ではその色彩とは単なる色ではなくて同時に光でもあるんですね。だから色っていうのは光、アルバースにとって色っていうのは光で、光っていうものをどういうふうにその絵画の中で実現するか。アルバース自身が言ってることですけども、その西洋絵画の歴史って全部そう、光を実現する、まあ、色彩によって光っていうものを表現する、これがもう絵画の一番中心的なミッション、使命だということを言ってるんです。でそこで、まあ、セザンヌとかジョンとか印象派とかっていうのは、まあ、すごい偉大な達成をしたということを言ってるね。で画家がですね、その色彩を使って光を表現する、光をその絵画の中で実現するっていうことを考えたときに、実はですね、絵の具っていうのは非常に大きな欠陥を持っているんです。でそれは何かっていうと、これ今出してるのはその左側が加工混色っていって、右側がこの原稿混色っていうことですけど、この加工混色っていうのは、例えばまあプリズムなんかを使ってその虹の7色があります。7色の光で、7色の光を重ねていくと、まあ、真っ白になるんですよ。で逆に絵の具の場合ですね、絵の具の場合は7色の絵の具を全部重ねると真っ黒になっちゃうんです。つまりこれどういうことかっていうと、絵の具と光っていうのは真逆の性質を示してしまう。つまりこれ画家にとってはすごく大問題だったんです。絵の具によって光を表現しなければいけない。にもかかわらず絵の具っていうものは光と全く逆の性質を持ち、重ねれば重ねていくほど暗くなってしまう。で逆に光は重ねれば、まあ、真っ白い、あの透明な光に近づいていくということ。ということはこれはアルバーズ自身の問題にも関わる。じゃあこの絵の具と光の、あるいは光と物質のこの矛盾をどういうふうに乗り越えることができるのかということが、まあ、あったと、ね、さっき話したのはこういうことですね。で絵の具での効果、それと、まあ、光の効果はじゃあどうやって作れるの。それは、まあ、光を作るってことはさっき の, その黄色、緑と黄色ですけど、ある意味では、まあ、どこにもない場所っていうか、言う時非場所、現実には存在しない場所を開くということで、まあ、ある意味では近いことも言えるかもしれない、ね、でクロード・モネっていう人、これも印象派の巨匠ですけど、でこの人は、まあ、絵の具によって色彩によって光を表現しで、絵の具によってその光を表現しているときに、確かにこれは光っているんだというふうに見えるんですね。でその時に、クロード・モネがどういうふうにその技法を使っていくかというと、まあ、基本的に色を混ぜないというんですね。で色を混ぜないで使うすると、その個々の筆色がだんだん分離していくんです。で一つ一つの色に一つ一つの筆色が対応している。で一つの筆色に一つの色がくっついて、その隣に別の色が一つの筆色とともにくっついてっていう。で結果的にモネの絵っていうのはなんかぼやっとしたその形態がこう溶けていく、ぼんやりとした絵画になっているんですけど、だけどそれは光をどうやって表すかっていうことも関わるというふうに言ってます。で、まあ、モネの色っていうのはやっぱ色を混ぜないでこう隣り合わせページし並べていくということによって、まあ、光を表すということをやろうとしたんです。
ね、でこれはまあセザンヌ、でセザンヌの筆色っていうのは分割されてます。でそこで一つ一つの筆色が、まあ、混じり合わないして複数の色が同時に、まあ、進行していく。でそれらが、まあ、その同時にその絵画の絵の中で、中で透明な空気広がりとなって浸透していくような、そういった効果というものを組み出していくんですね。で、まあ、これを、まあ、皆さんご存知、科学的にその非常にシステマティックなというか、その機械的な方法を展開していったのがジョルジュ・スーラー。でジョルジュ・スーラーの技法っていうのは、例えば点描とか、あるいは分割主義とかって言われてですね、点描技法とか分割主義とか。じゃあ何が分割かっていうと、まあ、色が分割されてると、個々のその網点のように一つ一つのその点っていうのが独立していて、絵の具がその混じり合わない。でそのことによって、その隣り合う色同士の、まあ、相乗効果によって、例えばその赤と青を隣り合わせることによって、紫が見えるとか、ね、するとじゃあその赤と青を隣り合わせて見える紫っていうのが、そのさっきやったその片目の緑があって、ホワイトホワイト、その赤があって黄色が見えるってことでしょ、つまり混色されてる。で目の中でだから混色されてる、つまり観察者のっていうか鑑賞者の脳内で、鑑賞者の身体ですか、鑑賞者の身体っていうものをある意味では、まあ、素材としてと言ってもいいかもしれない、パレットとして言ってもいいかもしれないですけども、その鑑賞者の身体を、まあ、使うことによって、視覚的な作用を使うことによって、もう一つの色を見せる、一つの色、まあ、隣り合っている状態から第三の色が現れるようです。でそのことによって彼がその色っていうものが濁ることなく、色彩が濁ることなく、その光の効果っていうものを表すこと。それと、まあ、結局こういうその点描主義とか印象派から、まあ、セザンヌに至る方法論というのは、絵の具という物質を使っていかにその光っていうものを表すかということに関わってたんですね。で確かボードレールとかもそういうことを言ってた気がします。印象派っていうのはそういうことにチャレンジした。絵の具っていうのは実は非常に重大な物質的欠陥を抱えていた、それを乗り越えるようにどうしたということを考えた。でその時にじゃあ何が言えるかっていうと、彼らは物質と知覚を両方使ったと。絵の具という物質と鑑賞者の網膜、あるいは知覚という、もう一つの物質という形、この二つの物質を両方使って絵を作る、それが光を表すという。するとそれはアルバースが言ってたファクチュアルファクトとアクチュアルファクトってことと、まあ、関係してきますね。その2つの現実をどう連動させていくか、でそれがまあ光を作るってこと。でもっと言うとその、光と物質の相反する相矛盾する性格っていうものをどういうふうに乗り越えるかっていうことと、まあ、関係してくると思います、ね。でまあ、こういったその色彩の要項っていうのは、まあ、別にその印象から始まったとも言えない。例えばルネサンスの時はジョットが始めたと言われたんですけども、カンジャンテって技法ですね。でこれは、玉虫色の技法とかって言われますけども、明暗を作るときに、あたかもこの登場人物たちがみんな金の服を着ているかのようにですね、その明暗のこの暗い部分を単にその色暗くするんじゃなくて別の色を塗っちゃうと、ハイライトの部分を単に明るくするんじゃなくて別の色を塗ってしまうとかっていうことをやってるんですね。でこれ、左がミケランジェロで、右側がマジョットですね。でカンジャンテっていう技法が、まあ、ここで使われてるの。でアルバースの実践も、まあ、印象派だけではなくてピオル・ダ・フランチェスカとか
そういった人たちの実践を、まあ、当然踏まえて、例えば日系団体とかの色彩に対応するとか、例えば、まあ、こういうアルバスがこういう色だったりとかやってますね。で、これがまあ正方形参加で、まあちょっと近いのが、ちょっと含みその患者手のやり方でちょっと近いのが、まあアルバスのこういった参加になります。で、ここでそのアルバスも単にその複数の色彩を平地しているというよりは、明度の違いとか、その色彩の、明暗みたいな広がりというか、そういう部分まで表現するということを、まあ、感情 的な技法と言ってもいいかもしれないですけど、それを使っている、で、1963年に、アルバースが、インタラクションから色彩の相互作用という、本を出されます。で、これはイェール大学のその出版局から、アルバスが、まあ、イエルに行った時ですね、出した。で、これがカラーペーパーを使ってアルバスがやってきたその様々な練習に、まあ、乗っ取ってですね、本を作って、で、これがまあその色彩論、あるいはその、美術大学で教えられているその色彩の練習とかっていうことを考えた時に、まあ、未だにそのこれを超える基本文献ってものが出てきていないということがまあ言えると思うんですね。で、まあ、ここでその何やってるかっていうと、そのさまざまなそのカラーペーパー、色紙を使って作ってやるんでしょうけど、まあ、視覚的な作用みたいなものをまあみんなで見ていく。例えばこの色とこの色、違う色に見えますが、これは隣り合っている色の効果によってそう見えるけど、実際これとこれは一緒の、これとこれもその外枠にある色の影響を受けて違う色に見えるんですけど、この2つは一緒の色ですということ で、要するにこれがそのタイトルの色彩の相互作用という作用に関わってくるんです。だから色っていうのはアラグラスにとっては全然自立してない、必ずその他のものに影響されてしまう。で、さっきみたいにそれは隣り合う色だけではなくて、もう一つの色の背後にも実は隠れているのがあるっていうことですね。現実にはない場所にもすでに見えない色っていうのがその背後にもあるということがでしょう。こういうことをまあやっていて、あの学生たちもみんなこういうのを見て、実際このカラーペーパーでこれ作ってみて、あの展示室でやってますよ、やってました。で、アルバースが何を重視していたかというと、まあ、先ほどからの繰り返しですけど、主体的な経験とか力ですね。で、これは客体的な形式に現れるけどある。で、その知覚経験というものをなぜアルバースが重視したのか。で、これは、先ほどのスーラーの例とかもそうなんですけど、知覚経験って何で重要なのかってことを考えたときに、そこで複数の要素が連合するからです。視覚によって、例えばその赤と青っていうのが隣り合っている時に紫が見えるとすると、その赤と青が連合して紫になるんですけど、じゃあその連合しているのはなぜってことを考えた時に、それは視覚があるからです。視覚によって連合するんです、バラバラの要素、それが重要だと。で、あればそれはゲシュタルト心理学とかからもそういうことを学んでいく。なぜ複数のものが連動したり連合したりするのかってことを考えたときに、そこにはやっぱりその心理学的な効果とか知覚作用というのがある。つまり、じゃあそこで、芸術ってものはどういうふうに生まれているのかってことを考えると、芸術っていうのは客体だけでは成立していない、事物だけでは、客観的な現実だけでは成立していない。そこで主体の知覚とか身体とかが混じり合うことによって、芸術作品というのが初めて生き生きとした実在になるということを考えるわけです。すると、アートとライフっていう、ね、あの区分けが区分けってくるかと思うんですけど、アルバースにとってだから、アートとライフっていうのは共に連動するもの、ね、だからそこで芸術作品というのは単なる物質であることを超えて、我々のその身体というものと遭遇する。
我々の性そのものの時間と、連動したということがあった。で、彼はこういうことを言ってた。性の目的は生きたと。芸術の目的は生きた創造物と。だから、アルバースにとって芸術作品を作る、絵画を作るということは、生きたものを作る。生きた創造物を作る。ということですね。じゃあその生きた創造物としての芸術って何かってことを考えるときに、まあ、まず一つには一つの形態とか色彩から複数の分岐とか複数化が起きてで、もう一つは連合ってことに関わるんですけど、さっきのその、点描とか数学の点描とか複数の形態とか色彩が連合あるいは連動するということによってこの生きた創造物としての芸術ってものが絡む。で、これ重要なのはどちらも一つから複数に分岐するにしても複数のものが一つに連合していくにしても相反する要素、つまり一つであると同時に複数であるっていうことが、まあ、同時に起きている。で、アルバースにとって多分重要だったのはそこですね。芸術作品が一つのものであると同時に複数のものである、一であると同時に多数である。で、これは要するに個々バラバラのものがいかに共同性を持つか、共同体的にが現れを持つかということとも関係してくると思うんですよね。で、アルバースのその正方形三角に至るまでのその道を考えると、正方形三角っていうのは1950年とか51年ぐらいから作られるんですけど、その前にバリアードっていうシリーズをやってで、このバリアントっていうシリーズがその透明性のテクニックを、使ってます。で、例えばここのラインとかこのレンジの部分とかこの茶色と赤との関係によってこう透けて見える、透けて、まあ、この透明に発色してるみたいな、なんか透明 の、 そのカラーフィルムがこの上にかぶさっているという効果を使う。まあ、でここでそのアルバースが追求していたのが、透明性の効果で、これはまあ光の効果とも当然関わっているんですけど、でこの透明性の、効果っていうのは、アルバースがまあ別に独自に始めたっていうわけではなくて、バーバースですごくやっぱり何ていうか、活性化したというか活発化したテクニックがね、例えばモホイナジっていう人、モホイナジって言ったバーバースの先生なんですけども、モホイナジのこういうのは、まあ、明らかにこのもう透明に見える、透明に透けて見える効果をその絵画の中で、まあ、作っているということなんですね。でこのサークルがこのプロイの、まあ、背後に隠れてとか透けて見えてとかこういうことになるんです、ね、で、まあ、パール・クレーバーバースの先生でしたけど、同じようにその透明な効果っていうのを使った。で、バリアントの後に正方形三角って言えるわけですけども、でこれがまあ今、アルバースの代名詞みたいな。でアルバースがじゃあこの正方形三角だった時にどういうものが一つの掛け金っていうか、うん、重要な彼の課題としてあったかということを考えたと思うんですね。これはモホイナジとかがやってたような複数の色のフィルムが重ねてあって背後が透けて見えるっていう効果を使ってないわけですね。つまり一切何も別にかぶさり合ってないんです。区分けされてるわけですね。複数の四角形厳格に区分けされてで、厳格に区分けされているにもかかわらず何か光の効果っていうか透明な効果っていうものが現れる。でそれを多分アルバースやりたかったと思うんですよ。一切重ね合わってる部分がないにもかかわらず、これがその色彩の、透明性とかその透明な光の効果ってどういう意味持つのかっていうことをやりたかったと思うんですよね。で例えばこの、まあ、一番鮮やかなオレンジがですね、でここに、まあ、なんか 何色って言ったらいいのか分かるんですけど、ネズミ色っぽい青色があります。
で、このネズミ色っぽい青色がこう、この真ん中のこのオレンジっていうか茶色、背後を透けて通ってる感じしますよ。透けてますよ、透けて通って、こう真ん中のオレンジが到達してるような感じですよ、わけですよ。だからこれ全く区分けとしては厳格に区分けされてる。にもかかわらず、ある種の、複数の色彩が同時に重なり合いながら画面を浸透していくような光の効果っていうものを作り出している。で、じゃあこれを実現するためにはどうしたらいいのかっていうことですよね。まあこれもそうですよね。またこいつがこのネズミ色の灰をこう透けて見える、で全体がこう光り輝いているように見えるんですね。透明の光がふわーっと全てが貫かれているように見えるんですね。だからこの絵のある種面白いところっていうのは、個々の色彩が厳格に独立してるんです。だけど連続してるんです。つまり独立してるんだけど連続しているっていう、その矛盾した状態をどうやって作り出すかっていうことですね。で、その時に、アルバースが使うのが親色っていう概念です。で、これはアルバースが考えた概念だと思うんですけど、親色っていうのは、で、その間に中間色で、親色っていうのが2つあります。で、そこで中間色っていうのができる。で、つまりこれは、子供の色って言ってもいいかもしれないですね。ある種これは家族みたいなことですね。で、中間色を作ることによって透明性っていうのができるということを言ってるんです。これまあ実際見てみると分かる。で、こいつと、例えばこいつです。中間色のこれ。で、これだと、これとこれの中間色が、で、この親子関係が作られることによって、この画面全体がその透明な効果というものになるし、ということを考えるわけです。で、じゃあこの中間色っていうのはどういうふうに作られるかというと、まあ、その2つの親色から全く遠距離であるときに、こう中間色、まあ文字通りですね、複数の2つの色があったときに、その中間地点に中間色ってものが現れる。で、つまりそのアルバースが考えたのは、2つの親色っていうのは全く他人です。そもそも、類似点は、類似性はないわけですね、2つは。だけどそれが中間色を作り出すことによって連携する。で、これはまあ実際の親子になぞらえて考えるとなかなかいいアイデアで、まあそもそも夫婦がいたとして、その夫婦って他人同士じゃないですか。で、夫婦は似てきます。で、何によって似るかっていうと、子供が生まれたら特に似てくる。で、それは子供がそのお父さんとお母さん両方の顔立ちとかそういうものを分かち持ってるんです。で、そのことによって両親が全く本来他人であったにもかかわらず似てくるっていうか、媒介する。だから子供っていうのは媒介になる。で、そこで三者の関係になる。まあ、なんか非常に文字通りドメスティックな関係しますけどね。え、まあ、アルバースはこれ中間色ってすごい重視してる。で、なんだけど、この中間色っていうのは、いわゆるそのカラーサークルに基づいてないんですよ。アルバースが考えた中間色っていうのは何通りもある、一つだけではない、何通りも通り道が色彩感に基づいてないんですよ。で、この中間色があることによって、その二つの他人が、二人の他人がいるんです。で、ここで重要なのは、つまりこの効果によって透明性っていうものが生まれるんだとしたら、その透明性っていうのは、それぞれの3つの色が全く遠距離であることによって作り出される。つまりこれはある種の力学的な均衡なんですよ。3つの色が全くその同じ距離であることによって、等価であることによって初めてその透明性が作れるということは、透明性っていうのはある意味では平等性が作る、力学的な均衡、バランスが透明性を引
光の効果として、あるいは色彩的な、視覚的な効果として作り上げる。だから逆に言うと、僕たちがこういった絵を見たときに、あ、透明だなとか、光が効果が見えるなと思うときっていうのは、この複数の色が力学的に均衡しているときにそれがあるということが重要ね。ということは、正方形三角の構造ってどうなっているか、まあ、色彩が共同関係ということがまあ重要で、その色彩の力学的均衡がこの透明の効果、透明の効果を作ります。で、アルバースはですね、独立性と相互性っていうことで、色彩っていうのは2つの性質を持っています。一つには独立している、それぞれで独立している、インデペンデンス。だけど相互性、相互依存性も持っている、インターディペンデンスでもあるということを言っています。で、独立しつつ、まあ、相互に関係しているということを言っている。で、それが色彩っていうものが、それぞれにインディビジュアルなものとしてあると同時に、力学的な均衡を作り出していくっていう一つの、まあ、なんていうか、秘訣みたいな。で、アルバースが考えたのは、その色彩の個々の個性とか独立性っていうものを一切損なわない状態で、それぞれの複数の色彩がどういうふうに連携する、連合するのかってことがあるんですね。アルバースも基本的には色の混色はしません。まあ、仕方ない時だけ混色して作りますけど、基本的にはまあチューブから出したものそのままを使います。で、そこでその色彩のアソシエーションというものが作る。で、これはそのアルバースがその単に、造形的な問題としてこれを追求していったということではないですね。やはりここにはある種 その政治性というか、アルバースの会話の社会性というものがあるというふうに考えなければいけない。で、この色彩とか形態っていうのが、その複数のものがですね、そのどういうふうにその共同関係になるか、でそれを追求していく。で、それが結果的にはその透明性、光の効果として実現する。ということを考えたときにですね、そのアルバースっていう人は、その彼の絵画を、まあ、ある種その自分が理想としてきたその社会問題、あるいは政治的な問題と、まあ、関係させて考えてたんだろうなというのは多分明らかで、というのはアルバースの周辺にずっとあったのはやっぱりそのアソシエーションというものに対する思想なんですよ。アソシエーションというものをいかに作り出すかということがその共有されていたんです。で、どこで共有されていたかというと、それは彼が在籍していた2つの学校です。バーバースとブラックマンテン会社、この2つ その学校というのは、いかにその、色彩の、色彩ではない、その人間的なアソシエーション、人間的な共同性、共同体というのを作り上げるかということを、まあ、一生懸命考えている団体で、で、バーハウスというのは1933年建築、まあ、建築を中心にして、建築を中心として、だけどその美術とか工芸とか全て その視覚芸術 そのジャンルとか、人々っていうものが、まあ、建築っていうものをトップとして、で、いかにその共同体的な生産体制っていうものを作れるかということを考えたんですね。で、バーハウスっていうのはもともとモデルになったのは中世の教会建築 でそこで、まあ、生産協同組合があったんですよ。で、それをギルドっていう、この生産協同組合をモデルとして、芸術の学校を作るんですね。だからある意味で このバーハースっていう学校の根幹にあったのは、その生産協同組合としての芸術、ギルド的な芸術、つまり共同体的な生産体制というのをいかに追求していくかということなんですね。で、その影響が当然、まあ、アルバースに流れる。で、この当時特にやっぱりその、ワイマールっていうその非常に進歩的なドイツが第一次大戦に敗戦してからですね、ワイマール共和国って言ってきて、そこで非常に進歩的なその社会というのが作られた。で、その時に、まあ、その流れの中でバーハウスができた。で、社会民主主義的なその思想というのがその背景にあった。で、その
時にアルバーズはそういった思想を背景として、芸術家として出発したということがある。で、1933年に、だけどそのバーハースは変更して、で、アメリカに移ってきます、アリアルバーズとして。で、これがアメリカに着いた直後に2人で撮ったんですけど、もう明らかに非常に緊張した面持ちで、英語も喋れないんですね、この時。僕たちこれからどうなってしまうんだろうっていう、なんていうか、面持ちがもう写真から明らかに見れてる。で、ブラックマウンテンカレッジがその1933年に開業。で、このブラックマウンテンカレッジっていうのも、まあ、そのいわゆる大学っていうよりは、単科大学って言ったらいいか。昔、四ツ谷アートスティングって言ったら、あれがブラックマウンテンカレッジですね。今で言ったら。つまり、大学みたいな、そのなんていうか、その卒業証書とか別に、まあ、あるんですけど、別に 4年生で、単位を全部取ったら卒業できるとかそういうことがなくて、まあ、専門学校のカレッジの人で、ブラックマウンテンカレッジっていうのは、まあ、それこそその共同体思想っていうものが、まあ、バーハラスからのその影響だけではない形で共有されてたんですよ。で、ここでは例えば、まあ、牧場を持ってました。あと畑も持ってました。で、なるべくその自分たちの建物は自分たちで作って、ここで生活するってこと。まあこれ実際にもう本当に田舎なんですよ、このバー、ブラックマウンテンカレッジ。例えば近くにスーパーとかなかったと思うんですよ。だからもうとにかく自分たちで生活していくということをやったんですね。で、ここに、バックミンスター・フラーだとかジョン・ケージだとかマスカ・ニューヨークだとか講師たちが来て、で、芸術学生たちと一緒に、まあ、物を作るってことですね。で、このブラックマウンテンカレッジがもう一つ の共同性っていうことで言えるのが、先生がいて、で、学生たちに何か教えるっていうことはよりも何が重視されていたかっていうと、先生たちがやってくるんですけど何やるかっていうと学生たちと一緒に物を作る。だから別に教えないんですよ。教えなくて一緒に物を作るってこと。マース・カーニンガムもジョン・ケージもバックミンスター・フランも、まあ、やってきて何やるかというと、まあ、みんなで一緒に何かものを作るって。で、これは、バックミンスター・フランがそのフラワードームのラウンドをデッカリス作るんですけど、その時に、まあ、この強度をみんなでぶら下がって確かめて、まあ、逆にアルバースは非常にその厳しい先生で一方的に教えてるんですけどね。で、ブラックマウンテンカレッジっていうのが、まあ、ある種の共同体、新たな共同体、芸術の共同体と信じなさいということは、例えばルース・アソワっていう人で、このルース・アソワっていう人は日系2世、ね、で、この人は、まあ第二次大戦が始まって敵性外国人になってしまうんですけど、その後で、まあ、美術大学に入れない。で、どこに流れ着いてくるかというと、ブラックマウンテンに入ってくるんですね。で、それはブラックマウンテンが、そういったマイノリティにも開かれていた大学で、で、学校であったということが非常に大きかったんですね。まあ、そもそも、だから、アサロが友達から勧められてブラックマウンテンに行くんですけど、その友達は、要は、まあ、彼女は行く場所がないからっていうことで、ブラックマウンテンを勧めたのは間違いないんです。で、これは、ルース・アサロとオーラ・ウィリアムスっていう、ブラックアメリカの女性が映って、まあ、この人も学生ですね。で、この当時ブラックアメリカの女性が美術大学で学ぶということは当然ほとんどなかったんですね。だけどそのブラックマウンテンではそういう人材も開いて、で、例えば女性がある場合は、ジェイコブ・ローレンスっていう黒人の方も講師としてもね、非常にだからある意味では進歩的な格好でもあるんですね。で、ここで、アサオがブラックマウンテンではみんなが平等であることを指した。で、ある意味ではその共同体思想と、民主主義社会というか民主主義的な世界、それから個々の人々の平等性というのが
ブラックマウンテンでは非常に何ていうかその強い、思想的な枠組みとして共有されたということが言えると思います、うん、でその問題を、アルバースの芸術を考えるときにやっぱり見ていく必要があるのかなと思います、ね、でそこで、まあ、アルバースがやってたのはその複数の要素を独立させかつそれらを均衡させるというですね。でこれがあの今回 の, そのチラシですけども、でいろんな作品が載ってます、ね、でこれ全部共通するものを持ってますね。で上のがあのアルバースが作ってバーハーズの時に作って入れ物を持ってスタッキングで、で他のがこうバリアーズ正方形さんだったり、他の円周だったり、円周で作った学生らしい、まあ、これ全部共通しているものがあって、それは形態群ってことです。一つの形態で複数の形態を連動させるということを、まあ、やっていることです。でこの形態群ってことがアルバースの、まあ、アルバース周辺のアルバース周辺のその芸術作品が絶えずある。でアルバースの場合は正方形三角に限って言えばこれは形態群というのは、まあ、入れ子構造になっているんですね。多重構造、もう四角が四角にこう包含されて包まれて、もう一つ上の四角に包含されてっていう感じで入れ子になっている。でこの入れ子構造っていうのは他の作家でも当然見られるわけです。例えばアニアルバスの作品もテキストある作家ですね。アニアルバスで基本的には全部入れ子構造で、テキスタイル自体がこう四角形になっていて、でテキスタイルって縦糸とポイントの連携で作っていくんです。だから全部こう垂直水平なんですね。アニアルバスのテキスタイルって基本的に曲線は使わない。なぜかというと、布の構造から曲線を作り出すことができないので、全部こう構造とこの模様形態が一致しちゃう。でここである種のデコポーズのデモを作る。でこれはアニー・アルバーズを作ったのがドローイングですけど、これも全部デコポーズで、このちっちゃい三角形がありますけど、そのちっちゃい三角形を別の見方をするともう一個大きい三角形があるんですよね。ユニットがこの辺もそうですね。もう三角形のユニットがこれありますね。ちっちゃい三角形が大きい三角形になって、もっと大きい三角形になってみたいな感じになって、でこの辺も全部まあ入れ子構造で、ケネス・ノーランドっていう人はアルバースの教えでですね、で明らかに、アルバースがブラックマウンテンの時に作ってた、演習授業で使ってた演習のこういうカラーサークルみたいなのを、まあ、そのまま自分なりにするということをやった。でこれはレイジョンソンで、レイジョンソンで全然違う作風なんですよ。だけど、ブラックマウンテンでアルバースの下で学生をやってました。でこういう入れ子構造の、まあ、これ絵画です。でこれは、イェール大学でアルバースに教えてもらっていたエヴァ・ヘイスです。エヴァ・ヘイスもこういう入れ子構造の創作品をよく使う。でこれはレアミンという人なんですけど、でこの人はブラックマウンテンカレッジの講師として何年間か働いている。でこの人はもともと日系の人ですね。で日本で生まれてその後台湾に行ってそのままアメリカに移住している。でこの人もその第二次大戦が始まって敵性外国人になるんですけども、この人はその軍部の、通訳として、その強制収容所というか、その日系人の強制収容所に行くことも願われたとも言われています。で、こういう人たちも集まっている。で、レオ・アミノの作品の構造っていうのは、こういうふうに、まあ、樹脂を使ってですね。で、透明なこういう樹脂を使って、それで複数の、こう、内部にある色彩っていうのが重なり合ったりする。
重なり合って、今別の角度からするとその色彩の重なりっていうのも別に見える。でまた違う角度があると別の色彩が重なり合ってで、これ木彫を作って、まあこれなんかは明らかにその家の構造と近いものがあるんですね。ある形態があって、それに類似する形態があって、そこで、方眼環境とか包み込みあるような関係ということやったで、あとアルバースに、まあ、とりわけ大きな影響を受けて芸術家を やっていたのがルース・アサワという人です。でこのルース・アサワという人も、まあ、さっき説明した日系2世で、第二次大戦が始まってから、まあ、敵性外国人になってですね、1年半ぐらいの間、計1年半ぐらいの間、日系人のその収容施設に入って、でそれから出て、その後で大学、学校の美術教師になろうとするんですけど、日本人だからってことになれないんですけど、まあ、そこでブラックマウンテンに行くんです。でそこでアルバースとバックミスター・クラーという2人の先生になります。でその2人の先生に会ったことが、アルバーマサーの芸術活動っていうのを、まあ、根本的に作り上げていくっていう大きな指針にしてるんですね。でこういう作品を作るんですけど、でこれはまあ朝の作ったドローイングと、まあ、これちょっとでこれはですね、まあ、ちっちゃい形態が大きな、ね、形態になってくる中心に行くんですよ。でこっちも同じで、ちっちゃい形態の枝分かれしている形態があって、それがだんだん大きい感覚になって、これも、まあ、ある意味はこれは自然界でよく見られる造形なんですね。自然界でよく見られる造形で、これはフラクタルっていうのです。例えば野菜のロマネスとかフラクタル構造をしているんです。でフラクタルっていうのは、あの部分と全体の形が相似的であるときにフラクタルっていうふうに言います。で、アソワはこのフラクタル構造を作っている。でこれはなかなか面白いのは、アソワがこういう作品作り始めて1950年代とかぐらいなんですけど、数学者のマンデルブローっていう人、その人がフラクタルの自然界であるって言ってきたんですね。それは1970年代なんです。朝はフラクタルが発見してるのが20年ぐらい早いとも言えるわけです。まあ別に芸術家、自然を観察してる人だったらみんな知ってたとも言える。だけどフラクタルっていう言葉、概念が発明されるはるか以前、カントはフラクタル構造から作られた。で、一番有名なのはこういう立体作品。これまあ、ワイヤーを編んで作ってるんですね。ワイヤーを編んでこういう、まあ、中空構造の彫刻を使ってるんですけど、先ほどフラクタルっていうのはこういうだんだん大きいものがちっちゃいものに方眼関係が連続していくということで、で朝はの彫刻も、まあ、全く同じ構造してるんですね。ドローイングとちっちゃいものが大きなものに包まれて、でさらに大きいものに包まれて、これはだからあのフラクタルってつまり入れ子なんですよ。入れ子構造、まあ、さっきのこっちが一番分かりやすいです。アニアルバースのこれ、これもフラクタルで入れ子構造になる。でそれを立体物に展開した時に、こういうマトリョーシカみたいなちっちゃいものがあって、それが包んでて、それをさらに包んでてっていうこと。朝はのドローイングと彫刻っていうのは明らかに連携してる、連動してるわけです、考え方として。でその彼女のこういう彫刻作品っていうのが、メキシコに行った時に、そのメキシコ そのワイヤーバスケットっていうもので、朝はこういう、入れ子像の構造を作って、彫刻を作って、これはですね1951年ぐらいから始まった。ということは、アルバースが正方形参加で入れ子構造を作ったと同じぐらいの年に始めたんです。ということは、2人が明らかにこれは連動関係があるんですね。おそらく朝はアルバースの正方形参加を見て、それをこういう作品みたいにして立体化したとき、平面作品、立体として作ったときにこういう作品が、でもう一人、その朝に非常に大きな影響を与えたのが、マックミスター・フラーです。
ですね。でバックミスターフラー、これフラードーム。でフラードームこれ球体をして、でこれはテンセグリティっていう構造、バックミスターフラーを持って、ね。でこのフラードームっていうのは、実はですね、その通常の建築とは、まあ、全く違う構造をしているわけです。でフラードームっていうのは、まあ、ある意味ではその建築とは言えないかもしれない。なぜかというと、普通の建築って床があって壁があって柱があって屋根がある、まあ、この建物です。つまりこれは柱がないです。フラードームは柱がありません。だから普通の建築は柱があります。で支えるものと支えられるものとの関係があります。つまり普通の建築っていうのは絶対柱がある。それは建築っていうのは圧縮材のみで成立してるってことです。だから普通の建築ってその物質自体が持っている自重によって支えられてるんです。だから建築を例えば巨人がやってきてボンって逆にしちゃうと割れちゃう。自重によって成立してる、均衡してる。だけどフラーのドームっていうのは自重で均衡してないんです。これ一つ一つのユニットが、圧縮力と張力を持っている。これ自然界のだから、もうね、全部そうですね。自然界もの構造も基本的には圧縮力と張力を、つまり引っ張り合う力と押し合う力両方ある。それによって均衡しているんですよ。だからフラーのドームってあの樽とかザルとかそれと同じ構造です。だから普通の建築は圧縮材のみで作られてるけど、フラーのドームは圧縮力と張力の両方によって作られてるから、だから逆に言うとこれ回転させても壊れないんです。で回転させても壊れないし、前も後ろもなくて上も下もないんです。普通の建築は下とか上とか横とかあるんです。だけどフラーのドームは別にその樽と一緒で、樽とか傘と一緒で投げても別に壊れない。でそれは朝も直後も味わっているということが言っていますね。朝の造形というのを考えたときに、まあ、フラーの与えた影響ですね。でフラーのドームってのはさっきその、上とか下とか横とか前とか後ろとかその方位がないということを言っていました。ねマクミスターフラーの大幕章マップっていうのは方位がないんですよね。で普通の地図、世界地図って例えば日本で売られてる世界地図とか、日本が中心にあってヨーロッパも上にあってアメリカが下にあるんですよ。でそれがフラーにはダメだって言われて、自分が独自の地図を作るわけ。でこの地図っていうのは方位がないから別に別に回転させてもいいわけ。でこれはある意味この立体展開図って言って、ここ折り曲げて組み立てると多面体になるんです。多面体はだから地球の形に近い、球体に近い形、ね、するとこれは、まあ、なぜフラーがこういうことをやろうとしたかというと、普通の地図では上とか下とかって方位を作っちゃう。南とか北とか、だから作っちゃう。だからこの地図はそれがないんです。だから地球の実際に非常に近い形になる。でフラーがよく言ってたのは、まあ、普段の、会話の中でも上とか下っていうと怒ったっていう。バックミスターフラーそこは上のあのライトが上なんてものはないと思い出す。宇宙空間に上なんてないだろうってフラーの、発明品って基本的に全部宇宙空間を前提に作られてる。で彼は宇宙には方位はないって。つまり例えば宇宙飛行士が地球の外に飛び出したときに上とか下ありますか？ないですよ。右と左の上とか下ってないです。その原理で、まあ、これは組み立てる。それはだけどこの地図だけじゃなくてドームもそうですよ。ドームの方位がないだから転がしても同じ形態がどうあなんかボールと一緒だ。でフラードームのじゃあ構造ってのはどうなっていくか、まあ、一個一個 の, その形態で反復して
で聴力と圧縮力がこう双方向的に働くことによって飛躍的に均衡する、ね、でこれはまあ自然界のなんていうかそのドーム状のものとかあるいはなんか僕たちの、細胞とかそれから骨格とかもまあ同じような大まかに言えば同じような構造ができてますね。でフラーはその2つの力が双方向的に働くっていうことを、まあ、シナジーって言うんですね。でそのシナジーティックスっていうふうにその自分の方法論として展開してます、まあ、ここでも何が重要かっていうと複数の異なる力が働いてそれが力学的な均衡に至る時にドームが物質的に、自立するということで、まあ、球体なんで前後とか上下がない全方位的みたいな。アサワとかフラーとかアルバースと共通する部分っていうのを生み出すとするとそれは反階層性というところですね。で、まあ、彼らに共通するのは、同一のユニットを使ってそれを繰り返すことやる。でそこでじゃあ何が目指されていたかというと階層の乗り越えですね。で、フラーのと上下ないで、アサワの作品もそうなんですけど、アサワの作品ってこれ上から吊ってるんですよね。で普通の彫刻みたいに下に台座があってその上に置くってことやってないんですよ。上から吊ってるんですよ。で上から吊っててだからひっくり返しても同じ形態が現れるんですよ。言い方を変えてひっくり返しても同じ形態で、この上下のシンメトリーっていうのを使っていくんです。でもう一つは、アサワの作品は、私の彫刻っていうのは内側から制作されている。しかし内側と外側どちらがどう重要かということはありません。背景となるものはずっとない、前面のものは背景となる。つまりここでアサワは何やってるか、つまり透明性の実現です。後ろにあるものが背、前に来たり、前にあるものが後ろに来たりする。それはアルバースが授業の中で一生懸命やってたんです。カランページに。でそれを絵ではなくて彫刻でやる。つまりアサワの彫刻の一つの原理って何かというと上下の区分がないんですよ。シンメトリーを作る。で内と外の区分がない。つまりあらゆる階層差が乗り越えられちゃうんですね。でアルバースの正方形参加もまあ、透明性をいかに実現するかってことなんです。だから透明性っていうのはある意味では階層の乗り越えなんですよ。階層を乗り越える。でしかもアルバースの正方形参加は地と図の区分ってできないんですよ。入れ子状になってる。一切重なり合ってないじゃないですか色。だから地と字がないんですよ。でそれもある種その、まあ、反階層性平等性っていうことだから彼らがやろうとしたことは何かというと、その様々な階層秩序という国たち、様々な階層ですね。ハイアラート、何かが上にあって何か下にあるとか、誰かが偉くて誰かが偉くないとか、金持ちで誰が貧乏で男とか女とかそういうのがあって、まあ、全てその平等であるというのを造形的にどう実現するかというのを考えられている。というところで、この特にルース・アサワにとってそれが重要だったのは、そのルース・アサワっていうのは先ほども言ったように文系2世で、強制収容された経験を持っています。でその時にですね、その彼女がブラックマンテンカレッジを卒業してから、まあ、自分のその制作を始めた、まあ、段階でですね、その自分の旦那さんに手紙を送ってるんですよ。でそこで私は日本人でもアメリカ人でもない、私はシチズンオブザユニバースだ、宇宙の市民だということを言ってるんです。で、じゃあ宇宙の市民であるっていう認識が浅い。造形的にどういうレベルで実現されているかと、それはバックミンスター・フラーの作品を見れば、つまりそこには上とか下がない。浅いの作品に上とか下、つまりこれは宇宙空間ってものを前提として作ってる。宇宙空間を前提として作ってるから、要するにそれがアサワにとってそのシチズンオブザユニバースであるっていう自己認識と
その造形っていうのは実はつながってるってことなんですね。ねえ、アルバースの作品考えて、例えばこういう西洋系作品、こういうバージョンで、アルバースの作品、まあもう一つ、その色彩だけではないも考えなければいけないイリュージョンの問題ってまた、それがやっぱり方向に関わる作詞だ、方向に関わる作家で、アルバースの作品ってこういうふうに、まあ、入れ子状になっているところ、まあ、要するにこれがこういう線がいっぱいある時に、ただこれとかは分かりやすい、この真ん中の部分っていうのがこの全体の一番てっぺんにあって、これがピラミッドみたいになってるように見えますよ。で、逆方向に向けますよ。つまりこれが一番へっこんでて、トンネルの一番奥まったのが今見えますってことは、この絵って複数の方向が同時に成立してるんです。こっちが一番てっぺんで一番出っ張っても見えるし、次の瞬間一番、まあこいつが一番奥にも見えるっていう、で、こういうこと言ってて、まあその結果、前の後ろに内へ外へと伸び上がったり縮んだり近づいたりというのが、全てが造形を組織化する手段としての色彩の自立性を持っていたということで、でこの色彩の自立性というのはなぜこれが物語るのかと考えたときに、まあ、フラーのやってたことを考えれば分かりやすくて、フラーの、ドームというのは物理的に自立しないといけないんですよ、ね、で物理的に自立させるときに、じゃあフラーは何やったかというと、相反する複数の力を出会わせてる、遭遇させてる、そのことによって物理的に造形物っていうか、ドームが自立する。で、アルバースの作品も基本的にそうです。アルバースにとって絵画っていうのがどういうものとしたと、そこで複数の異質な要素、異質な力っていうのが出会うと、でそこでかつそれぞれが均衡することによって絵画というのが作られたということです。で、こういう方向のイリュージョンっていうのは、まあ、こういう作品でも言えますね。だからこれもなんか、まあ、マヤのピラミッドとかそういうものを連想させるわけですけど、この部分っていうものが一番頂点にもあるように見えるし、一番引っ込んでるように見えるし、これが要はこう、なんていうか、徐々に上に向かって上がっていくように見えるし、階段みたいにして下がっていくように見えるというですね。で、これはまあマヤに、まあ、十何回ってことぐらい前が大好きです。で、例えばこれもそうですね。これは、反転性演技作品とも呼ばれてるんですけど、ストラクチャーコンステレーションっていう作品ですね。で、これもまあこの箱の部分っていうのは箱に見える、一番奥まってるように見えるんですけど、こういうふうに見るとこの台形に見える、台形に、だからこれ複数の方向とか複数の、イリュージョンというものが出てくると。だからこれはある意味では一つの形態から複数の要素が出てくる、複数の要素が、派生していくとも言えますね。だからこれはアルバースの絵画が複数の要素を、どういうふうに連合させるかというと、まあ、むしろ逆方向、一つのものをいかに複数に分岐させていくかと。で、これがまあ同じようなのネッカーキューブですね。アルバースのさっきのストラクチャーコンステレーションと言っている、まあ、方向性の作詞です。2つの、形態の方向というのが同時に成立しちゃうんですね。で、これがラーシェンバーグの作詞で、ラーシェンバーグというのはアルバースの学生だったんですね。で、このネッカーキューブを使う、これは明らかにアルバースを意識してやってます。たぶんで熱化キューブ使うんですね。で、じゃあなぜアルバースじゃなくてラーシェンバーグがこう熱化キューブを使う、要するにだからこれは一つの図像が複数のあり方を見せていくということを関係していて、でそれはどういう部分に言えるかというと、こいつですね、これが熱化キューブと対応してるんです。これルーベンスの絵です。で、ルーベンスの絵で
本来ルーベンこの方向から我々がこのヴィーナスを見ると背中しか見えない。だけどここに鏡があることによって顔が同時に見える。つまり異質な複数の本来両立し得ない方向性が一つの画面の中で成立しているのがこのルーベンスで、それとこのネッカーキューブの見方は対応しているわけです。でラウシェンバーグっていう人は基本的にはこういうふうに一つの作品っていうものが複数に分岐して、あるいは作品内の複数の要素がいかに連合していくかということに対して非常に深い関心を示した人ですね。でそれはラーシェンバーグの作風というのはアルバースと全然違うんですけど、だけどやっぱりそのアルバースと共通する部分というのはまああったというふうに思います。で先ほどお見せしたこれです。このコンステレーションね、アルバースストラクチャルコンステレーション。でこのコンステレーションっていう概念ですね、これはどこで始まったかというと、バウハウスで始まったんですね。でコンステレーションっていうのは、プチとか配置っていう意味があるんですけど、もう一つの意味は、星座です。意味は。まあ基本的にはプチとか配置っていう意味使われてますけど、バーハーズにおいては、バーハーズにおいてはプチとか配置っていう意味ですかね。まあこれはあの思想家のベンヤミンっていう人が自分の批評の方法として応用していったりします。バーハーズではこういうものが使われてる。コンステレーションっていうのはどういうものかっていうと、これがアルバウスの壁画ね、ストラクチャルコンステレーション。でこれがバーハウスで実践されていたコンステレーションの事例です。でつまり一つの形態が、まあ、複数に変装されていくとか変換されていくわけですね、このコンステレーション。でバーハースではこう練習としてそのコンステレーションというのが行われた。でそれに近い問題、まあ、パール・クレーがコンステレーションというのを展開させていくんですけど、バーハースでそれに近い問題というのはこれですね。で、まあ、2つの図像があります。でこれ全く同じ一筆書きに書かれています。だけどこのもののあり方とかその凸凹とかイリュージョンのさじ加減とかどちらが奥まっているどちらが出っ張っていてどちらが光っていてどちらが影になっていて全部反転してるんですよ。だから同じ形態であるにもかかわらずそれぞれ違う。でまあパール・クレーは音楽をやってるんですよ、作業してる人ですけど、まあ、彼自身も音楽で、で、例えばですねその音楽っていうことで同じ楽譜から異なる演奏が引き出されるようにですね、それぞれ その味付けによって一つの角がその複数のアルバムを持っていく、これもまあコンステレーションの一つの事例であるというふうに見えるかもしれません。でコンステレーションというのはだからある意味では形態の変換に関わっている、形態群の連線、形態群の変換ということに関わっている。でこれがクレーのメタモルフォーゼのまあ、こうある形態が連鎖していく形態の変化だった。で実際にその絵の中で導入するとどうなるかというと、まあ、こういうふうにそのある形態がこう連続しつつ形を変えていく。だからこの背後に見えない座標があって、でそれが変換されて別の形態を見出す。するとこういった絵の一番の特性は何かというと、この何て言うかな、ストジってものの関係性がなくさってもないんですよ。あくまでその座標の操作だけがある。で、ストジとかどちらが前にいるどちらが早くやるとか、座標を変換させていくと次々その図像が変装されて現れる。そういった形になっている。で、このまあ、2回目ですけど、これも同じのずっと見せるのは。で、さっきは透明性の問題としてこれ語ったわけですけども、もう一つは、この図像の特徴的なのは、コンステレーションの問題ですね。で、これは、この丸がこっちに変換されてます。ちっちゃい丸。まあ、これ全部変換されてます。台形もここに変換されてます。
こいつもこっちで変換されてました。携帯の変換部っていうか、携帯の変換操作は1枚のカメラを作るということですね。で、バーバーズでは、この座標を操作して図像を作るっていうことが共有されていた。ただ、バーバーズで教科書として扱われているのが、このデューラーです。で、このデューラーのその人体比例論というのはですね、まあ、座標を操作していって、その携帯の複数の変換というのを見せる。で、このデューラーと、まあ、パウル・クレーはもう一人、そのゲーテ、あのウォルフガン・ゲーテというんですけど、ドイツの学者 で、ゲーテの影響をすごく受けて、このデューラーとゲーテの影響を受けていた生物学者が、ダーシー・トムソンですね。で、このダーシー・トムソンという人が生物の形という本を1917年出版した。で、この人はどういう生物学者なんですけど、どういうことを考えたかというと、自然界にはいろんな形がある。魚だったら魚はいろんな形、カニだったりカニもいろんな形がある。で、それは全部座標の操作によってその形態のバリエーションを表れているという考え。だからこのマンボウはこのフルートマンのその座標の操作としてその形態の、なんていうかなバリエーションというのが現れているというふうに考える。で、これに関連して言うと、フランスの文化人類学者でレヴィ・ストロースという人がいます。レヴィ・ストロースはその複数の神話を比較するときに数学的な変換操作を使うんですね。で、レヴィ・ストロースはなぜその数学的な変換を使って神話、複数の神話を分析していくという手法を発見したかというと、ダーシー・トムソンとデューラーとゲーテを読んだことがヒントになったって。つまりこの数学的な変換というのはこの比例の操作によって作られる。で、それがまあ文化人類学っていうジャンルを、まあ、大きなジャンルを生み出していく原動力になっていくんですね。で、多分そのバーハウスの中で、デューラーのその比例に一番影響を受けていたのがオスカーシュレーマーという人です。シュレーマーという人はダンス作る。で、このデューラーのその人体比例図を、まあ、元にですね、シュレンマーが、まあ、人体図を描いた。で、シュレンマーの衣装ってすごい奇妙なんですよ。今にくよくよになるですね。で、これも要は座標の操作が、で、だって複数の形がこうやって変換されながらこう連続してる。で、それが空間的に発生してる。で、オシカシレマンの人はその空間の中に見えないこう線がある。で、その線と身体が、ダンサーの身体がこう連動していくことによってダンサーが作られる。で、この見えない線、空間の中に見えない線を可視化した時が現れるのがこの線。あと、まあもう一つはこれダンサーの動きですよ。だからこうやって動くするとここにはこう円が見えるということ。それが要はこのコスチュームデザインになっている。見えない比例みたいな、見えないその幾何学形、幾何学線みたいなものがある。で、オスカー・シュレーマーがトリアディック・バレエを作るんですけど、それと同じ年にこれを作ってくれる。するとこれ明らかにオスカー・シュレンマーのその、比例による造形的な、形態のその変換っていうものが、まあ、クレーの中でも実践されていたっていうことなんで、これも、まあ、ある種その複数のその形態っていうのが連続して連動しながら変換されるということによって、このダンサーの身体がこう空間の中にこう派生していく、拡張されていくということがあって、ね、で、コンストレーションっていうその概念っていうのは、例えばハンス・アルプですね。ハンス・アルプが展開する。アルプもこのコンストレーションっていうのはあくまで全部連続してるっていうことなんですね。だからコンストレーションシリーズも単品で売ることを許さなかった。アルプとかクレーがこのコンストレーションっていうのを
いや例えばアメリカだとアレクサンダー・カルダがコンストレーションって作品です、ね、でカルダーって人はその天体の運行に非常に大きな影響を受けていて、でその天体の運行そのものを彫刻で作り出すためにモビールっていう動く彫刻を始めています。でこれはだから星々のネットワークですね。でイサム・ノグチのコンストレーションで、これはまあキンベル美術館っていうあの美術館がフォトアスにある地下にある。でそのルースカーの建築 の, その中庭にこうコンストレーションっていう、でだからコンストレーションっていうのはコンストラクションとコンポジションと違うと、要するに、まあ、複数の散らばったそれぞれの要素っていうのは、まあ、配置してクリスタル、だけどその複数の要素っていうのはその都度こう動的にこう連続していく、変換されて、まあ、ネットワークを形成していくね。でつまりその携帯っていうものをその変換可能な群とか編成としていた、そこでそのネットワークがまあどういうふうに動いているかと、まあ動的なネットワークとしてそれを捉えて、でそこでその作品というものを作り上げていくということ、すると、まあ、あるいはその正方形算とも、ある意味ではコンストレーション的なそのなんていうか散らばった要素ではないですけど、だけど複数の形態がどういうふうに連鎖してネットワークとして連動していくかということか。でこれは今日ちょっと詳しくは、まあ、展開できないんですけど、じゃあそれがブラックマウンテンカレッジにどういうふうに流入しているかということを考えたときに、まあ、ラーシェンバーグとかそのケージとかカニンガムの作品っていうのが、まあ、すごい一言で言うとやっぱりその多中心的なんですよ。中心が複数だ、だけどそれぞれの要素が、まあ、バラバラである、だけどバラバラであるんだけどそれぞれが同時に成立している、一つの空間の中で、まあ、ネットワークとして連関しながら連続しているということをやっているということが、まあ、すごくざっくり言ったことだった。すると、まあ、アルバースという人を中継地点としてヨーロッパ の, そのバーハウスの人たちもやってたコンストレーションっていう造形概念とか、バックミスターフラーとか、それからルースはそのとか、ラチェンバールとかケージあたりまで、まあもしかしたら全部つながるかもしれない、無理やりっていう感じですね。はい、まあ今日はもう時間があるので、はい、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。